ワシントンメトロの路ロ線ズインフォグラフィックは、情報、データ、知識を視覚的に表現したものである。インフォグラフィックは情報を素早く簡単に表現したい、場面で用いられ、標識、地図、報道、技術文書、教育などの形で使われている。また、計算機科学や数学、統計学においても、概念的情報をわかりやすく表現するツールとして、 よく用いられる。科学的情報の可視化にも広く適用される。戦死時代、人類は洞窟壁画という最初のインフォグラフィックを生み出し、後に地図を生み出した。地図作成は文字による筆記が行われるよりもずっと早く行われ、チャタル輸クの地図は紀元前7500年頃に作成されている。その後アイコンを牛などの家畜の数の記録に使っていた。 メソアメリカのインディアンは像を使って過去の世代の旅を描いた。それら自体は解読が難しく記憶と物語のサポート的要素として役立てられていた。1626年、天文学者クリストフ・シャイナーが出版したローザー・アーシーナ・サイブ・ソルには太陽の天文学的研究の成果を示す様々な図が掲載されていた。例えば、 太陽の時点を説明するために、黒点のある太陽の図を時系列に並べるといった手法が用いられている。1786年、スコットランドの儀主ウィリアム・プレイフェアは、著書ザ・コマーシャル・アンド・ポリティカル・アトラスで世界初と思われる統計図表を掲載した。この本には、18世紀のイングランドの経済を、棒グラフやヒストグラムといった、 統計図表で表したものが多数掲載されている。1801年、プレイフェアは、著書スタティスティカルブレビリーの中で世界初の面グラフも掲載している。チャールズ・ミナードのインフォグラフィック。サンキーダイアグラムの先クレーでもある。褐色の矢印の太さは、左端のレマン川を出てから、右端のモスクワに至るまでの往路での、軍団の人数の推移。黒の矢印の太さは、 右のモスクワから左のネマン川へ帰る途中の軍団の人数の推移1861年ナポレオンの悲惨なモスクワ遠征に関する独創的なインフォグラフィックがリリースされた作成者はフランスの土木技術者チャールズ・ヨゼフ・ミナードで失敗の要因となった4つの異なる変数の変化を1枚の二次元の図に表した1878年数学者 ジェームズ・ジョセフ・シルベスターは、グラフという用語を生み出し、科学結合と数学的特性の関係を示す図を発表した。これらは数学的なグラフとしても世界初であった。1898年、アイルランド人 m h サンキーが後に、サンキーダイアグラムと呼ばれる流量表現の図を蒸気機関におけるエネルギー効率に掲載。1936年、哲学者。 オットー・ノイラーとは、いわゆる言語によらない国際的な視覚言語として、機能するピクトグラムの体系を提唱した。アイソタイプには様式化された人間の形が使われており、最近では、どこでも目にする、防線画の元ととなった。1942年、ルーマニアの詩人イシドールイズーは、文字主義宣言を発表した。1972年、ミュンヘンオリンピックで、 オトルアイハーが新たな一連のピクトグラムを使った。これが一般に広まり、公共の標識などでの防線画の利用に影響を与えた。パイオニア探査機の金属板同じ1972年、パイオニア探査機の金属板を搭載したパイオニア1 0号が打ち上げられた。その金属板のインフォグラフィックは、カール・セーガンとフランク・ドレイクが 生漢ボトルメールのようなものとして設計し、描かせたものである。このメッセージは人類と言語的共通性を全く持たない地球外生命に理解してもらうことを意図している点で、独創的である。探査機のシルエットの前に人間の男性と女性が描かれているのは人間の身長を大まかに示すためである。また、いくつかのパルサーとの距離から、 太陽の相対的な位置がわかるような地図が描かれていて、単純化した太陽系の図と探査機の太陽系における経路を矢印で記している。今日インフォグラフィックは標識や科学的図表やマニュアルなど様々なメディアに溢れている。それらは文字では扱いにくい情報を視覚的に表しており、いわば日常の概念の視覚的即帰表現とも言うべきものになっている。 新聞では、天気予報のシンボル、地図、統計図表などのインフォグラフィックがよく使われる。全体がほとんどインフォグラフィックだけで構成された本も、あり、例えば、デイビッド・マコーレーのザ・ウェイシングス・ワークなどがある。子供向けの本によく見られるが、科学の分野でもインフォグラフィックは多用される。特に、物理的に撮影が不可能なものに使われることが多い。最近の地図、 特に交通に関する地図ではインフォグラフィック的技法を活用して様々な情報を埋め込むことが多い。例えば、鉄道の路線図を実際の地図とは異なる概念的な表現で描き、乗り換え駅や各駅の主な目印となるものを記述するなどといったものである。道路標識はインフォグラフィックの最たるもので様式化された人間の形がよく使われ、 アイコンやエンブレムで意味を表現する。乗り換え駅などの公共の場所では表示を体系化することが多い。技術マニュアルでも図が多用され、警告や注意点を標準化されたアイコンなどで示すことが多い。インフォグラフィックの基本の素材はデータ、情報、知識であり、それらが視覚的に表現される。データの場合、グラフ作成ソフトのような自動化ツールを使って線や 区形や矢印や各種シンボルとピクトグラムでデータを表現する。インフォグラフィックでは視覚要素を平易な自然言語で定義するという特徴を持つことがある。縮尺やラベルもよく使われる要素である。統計学者エドワード・タフティはインフォグラフィックに関する有名な本をいくつか書いている。また定期的に講義やワークショップも行っている。 彼は多次元の情報を二次元の図にするプロセスをエスケーピングフラットランドと称する。グラフィックデザイナー、ピーター・サリバンは、イギリスの週刊誌ザ・サンデー・タイムズで1970年代から90年代にかけて活躍し、新聞で図を多用するようになる一員を作った。彼はまた、インフォグラフィックについて記事も書いた。1982年に創刊された USA トゥデは、 図や絵を多用して情報を分かりやすくするという編集方針を確立していた。同志についてはニュースを簡略化しすぎ、インフォグラフィックも内容やデータの正確性よりもエンターテインメント性が強調されすぎているという批判を受けることがある。これをチャートジャンクなどと呼ぶこともある。そのような批判も当たっているが、インフォグラフィックの確立、また別のグラフィックデザイナー、 ナイジェル・ホルムズはエクスプラネーショングラフィックスと名付けた手法を確立した。彼の作品は情報だけでなく知識を視覚化するものである。16年間タイム誌にグラフィックを提供しており、このテーマの本もいくつか出版している。インフォグラフィックと密接に関連する分野として情報デザインがある。実際、インフォグラフィック作成方法は情報デザインの範疇にある。 テッドの創設者、リチャード・ソール・ワーマンは、情報アーキテクトという用語を生み出し、インフォメーション・アングザイティなどの著書で、情報デザインの考え方を一般に広め、それを単なる概念から具体的な職業へと変えていく、役目を果たした。インフォグラフィックは、本来、市場の技法だったが、2000年頃までに、アドビフラッシュベースのウェブ上のアニメーションに、 インフォグラフィックの技法が適用されるようになった。テレビでの利用は比較的最近である。例えば2002年、ノルウェー人ミュージシャンロイクソップの曲リマインド目のミュージックビデオではインフォグラフィックのアニメーションがほぼ全編を占めている。2004年、フランスのエネルギー企業アレバのテレビ CM でも同様のインフォグラフィックのアニメーションが使われた。これらのわかりやすさにより、 視覚言語を使って複雑な情報を効果的に記述することの価値が企業にも認知されるようになった。また、日本のテレビアニメ、妹さえいればいい。では、登場人物がボードゲームや TRPG などで遊ぶ場面で用いられた。インフォグラフィックの多くは、洗練された抽象的方法で内容を描写する特殊な形式と言える。それらグラフィックの意味を適切に解釈するには、 見る人の側にある程度のグラフ読み取り能力が要求される。多くの場合それは包括的スキルであり、先天的というよりも後天的スキルである。まず、グラフィックの個々の際にやシンボルを解釈するスキルが、グラフィック全体を解釈する以前に必要とされる。また、個々のシンボルの慣習的意味を知識として広めることも、インフォグラフィックの理解を容易にする上で重要である。 一方、多くのインフォグラフィックでは非常に普遍的な先天的視覚言語も利用している。例えば、強調するには赤を使うというのはかなり普遍的で、子供でもわかることが多い。多くの地図、インターフェース、機器のダイヤルやメモリは素早く理解できて安全な操作ができるようなアイコンを使っている。例えば、トラクターなどで知られるジョンディアはスロットルのアイコンとして、 亀とウサギを使って成功した。ありがとうございます。